こんばんは。皆さん土曜の夜中いかがお過ごしでしょうか。深夜2時から2時30分までの時間を昔は牛蜜時と言っていました。この牛蜜時は一番陰の力や魔の力が強まる時間帯と言われております。なのでこの時間帯にぴったりなお話をご用意しましたので、しばしの間お付き合いくださいませ。第三夜作り話、それではお願いします。ある A さんという方がいまして、はい、この方がある日お友達と家で遊ぶ、友達の家で遊ぶということになりまして、何人かで集まってたんですよね、うん、男女何人かで本当にお酒物を見ながら楽しく盛り上がってて、うん、はい、でその場のノリで順番に怖い話をしていこうと、うん、いうことになりまして、うん、で一人喋って、でまた隣の人が喋って、うん、それ順番に喋ってて、もうすぐ A さんの番が来るとなってたんですけども、はい、A さん怖い話何も持ってなくて、できないなーと思ってたんですよ、うん、でじゃあ次 A なーって言われて、うん、どうしようかなーとっさに作り話で語り始めたんですよ。はあはあはあ、なるほどね。でその話っていうのが、その友達の家から出てちょっといたところにコインパーキング駐車場があると。でそこで焼身自殺をした女の人がいたと昔。でその人の霊がたまにその駐車場に現れるっていう作り話。作り話、はいはい、でその人は冬場でも暑い暑いと言いながら歩いている、うん、これはもう焼身自殺したから体が焼けて暑いというので、うん、そういうことを言ってくる霊が出るっていう作り話をしたんですね、はい、うん、でお前そんな話知ってんのかよ、めっちゃ怖いやんって受けが良かったんですよ、うんうんうん、でひとしきり盛り上がって、うん、A さんちょっと先帰る、明日朝早いしって言って先に出たんですね、はいはい、でテクテク歩いてますと、帰り道途中でその駐車場通るんです。うわ、まあでも作り話、まあ作り話ですから。でその駐車場を見ると女の人が立ってるんです。いやまさかなって思うんですけど、うん、まあ、冬場だったんですね。その日妙に暑がってると、薄着なのにかなり暑がってると、うん、いやまさかなって思って通り過ぎようとしたんですけども、うん、女の人が静かに寄ってきてですね、 A さんの耳元で、なんで知ってたの、ほうっていうお話です。なるほど、作り話というお話でした、はい、お話でした、はい、いやこれは怖いね。怖いですね。結構怖いですね。これガツンとくる怖い話です、ね、ガツンと。まあでもこれはいい話ですね。いい話ですね。いい話やね、本当に。なんかこう、はい、それはね、だからどういうことなのかなっていうところを考えていくと、はいはい、まあ作り話からなんか出た、はい、ことなのか、はい、本当に当ててしまったのか、まあいろいろ考えれますね。これはどういうふうに見ていこうかなっていう考察で、そうですね。その女の人はその家の中でされてた階段のその遊びをどうやって知ったのかっていうのも怖いですし、うん、あ、そうか、なるほどね、って言いに来るってことはその場を知ってるわけじゃないですか、うん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 、それもまた怖いですし、せやな、これはなかなかいい話ですね。いろいろ後でこう考えたくなるお話ですね。いや、うまいな、でもその人作り話が。確かに、ね、どっさにこの話出るって。冬場でも暑い暑いって、お前なかなかアドリブ聞くなみたいな、うん、ちょっと見習いたいな。まあね、この話はやっぱこう短いけど、うん、やっぱりこう刺さるね。なんか確かにね、うん、でやっぱ集団で怖い話をしてると集めるっていうじゃないですか。ああ、そうです、ね。霊をよく集めるっていうじゃない、うんうん。怖い話してると寄ってくるってね。はい。これ聞いてるとね、寄ってくる可能性はありますけど、ね。寄ってくる可能性は、ね、自己責任でお願いします。秘密時ですから、なんだって。そうです、ね。タイトルにもなってますから。恐ろしいですよ。はい。ね、だ結構怖い話をしてる場とかって、結構そういう怖い話があったりするんですよね。うん、
まあ、怖い話っていうか霊の話してると霊が寄ってくるっていうのは、はいはい、なんか自分のこと言ってるんじゃないかって言って寄ってくるっていう説ありますよね。ああなるほどなるほど、うん、なんかあれ俺のなんか例えば、はいはいはい、あそこで俊くん、はい、なんとかなんとかって軽く聞こえたらえ何やろうって俺がね俺のこと言ってるな俺のこと言ってんのかなって言って、はいはい、寄っていくみたいな感じ現実で言うと、はいはいはい、俺の噂話してんのかなって言って来る可能性っていうのは、まあ、説としてねああなるほどありますね。で危害をこう加えたりは別にないんですね。もう場合によるのかな。あちゃうやないかいパン。そんなバカな、うん、そんなバカな。俺ちゃうんかい。そういうことかもしれない。霊障というのはね。ツッコミなのかもしれない。なるほどなるほど。そういう風にも捉えることができる。そういう説もある。説もある。今作った。いや今作った説。俺ちゃうんかいが例えば家のピシッだったりするかもしれない。かもしれないですね。それかもしれない。ポップなツッコミかもしれないあれは。それは可能性としてね。ゼロではありません。確かに。ね、はい。ということで、いい話でした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。それでですね、はい。はい、俺たちのその、メインチャンネルというか、はい、メインでやってることを最後、宣伝させていただきたいと思います。はい。俺、高橋俊介は、はい、声優やりながら、はい、YouTube の、はい、夜更けのほろ酔いラジオっていうね、映画を語るラジオをやってますので、はい、ぜひ今回面白かったなと思った人は、こっちに来ていただいても、はい。いいんじゃないかと。はい、思います。そして、はい私高本健人はですね、はい令和サイレントフィルムズというチャンネルで、オリジナルの、短いフィルムサイレントムービーを公開しております、うんはい結構ホラー系の話とかもあったりするのでこちらで興味を持ってくださった方は見ていただけると嬉しいです。いいですね、はい、今回みたいな話もねもしかしたら撮るかももしかしてはいいいかもね。なんかこの例えばそのここで語ったものを映像として撮ってみるっていうのも、はいはい、全然ありですね。今ねやっぱり想像上じゃないですか。全部そうな作り話をやってるんで今回の話に欠けてるわけじゃないですけども作り話をね、はい、してるけどまあこれもまあない話じゃないですか。一応ね霊的な、まあそうですよねね、信じるか信じないかは別として、はいはいはいまあ、一応ないとしておきましょうよ。手で、はい、でもこれを例えば今皆さんの頭の中でこれを聞いてるのは、はい、うん三者三様じゃないけど十人十色全員違うわけですよね。確かに確かに場面っていうのは、うん、それをちょっと映像にしてみるっていうのは一つ面白い試みかも。確かにねこっちで形にしてそれをお見せするっていうのも面白いかもしれないですね、うん、こういうものなんだよっていうことで、うん、なんかあ俺の中で思ってたイメージと違うのでもこっちの方が怖いかもって思ってくれたらいいかもしれないですね、うんうんうん、確かに。しかもその何でしょうシチュエーション的にはい、はい、できそうなんか簡単に撮れそうそう、うん、なんか円みたいになって、はいはいはい、みんなで話してる感じで、はい、最後だって駐車場を横切ればいいだけですよね。そうです駐車場のロケーションを見つければ完璧です。駐車場のロケーションそこら辺で夜ね夜ね夜撮れたら。いやでもサイレントフィルムズ白黒ですから夜にできんちゃうもん。ごまかせる人気のない駐車場があればできる。そうです色さえ変えてしまえば。あと女の人がいればね。そうですねできるということで。これは面白そう。なんか本当に、あでもできそうでね、本当に。なんかリアルにできそうですね、今回の話は、ね。やっぱこういう話の種があれば、なんか作品作りもなんか楽になるというか、うん、創作意欲が湧きますね。確かに、やろうって気になりますね。まあ、俺のチャンネルは別にそういうの関係ないんですけど、そういう怪談系、ホラー系が好きな人は、その、はい、令和サイレントフィルムズ。あ、そうです、こっち来てもらって。ぜひね、楽しいと思いますので。はい、楽しいのが好きな人は、ほろ酔いラジオ、ね。いや、そっちも楽しいのもね、ありますよ。ということで、はい、ご覧くださいませ。はい。はいありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。